コウスケ、ヨーコのミュートラジオ。はい、皆さんこんにちは。イベントマーケティングのヨーコです。ブレイズのコウスケです。はい、9月の27日金曜日、170回目のコウスケヨーコのミュート解除始まりました。この番組はイベントレジストの平山コウスケさんとイベントマーケティングの樋口ヨーコがイベントの中の人やプロフェッショナルをゲストにお呼びしてお話しする番組です。その道のプロだからこそ思うリアルの価値やイベントの魅力をお話しいただきますということで、始まりましたけれども、冒頭から訂正ですみません。前回ですね、私167回目って言った気がするんですけど、そうだっけ、今回で170回目でした。すみません、2回ちょっと。ちょうど記憶してるのねみたいな話をしてたのね。そう、ちゃんと記録を取ってなかったですね。記憶してたのがちょっと違ったみたいな形ですけれども、今回は170回目ということで、ちょっと今日は背景ありにしておりまして、今週はずっとイベントマーケティング編集部がちょっと眩しい大阪に来ております。後ろ梅北、新しいところ。はい、そうですね。そこを眺望する、大阪11階にある AP のゲート大阪さんの会場をお借りして、若干会話にタイムラグがある気がする。はい、ちょっと大阪だから遠いのかな。あ、そうですか。ちょっといつもね、物理的な距離が1秒ちょっと間があったらすみません。新品ということでですね、いろいろと慣れないところは私もございまして、進めていけたらと思うんですけれども、改めてですね、今日は背景ありのままでちょっと進めさせていただければと思います。そして、今回はですね、これまでの配信会でも、実は2回ご登場いただいている、現在はパイオニアでマーケティングをされていらっしゃる河野さんからのご紹介でですね、本日のゲストさん、ご紹介をしたいと思います。改めて本日のゲストはですね、株式会社プレイドコミュニケーションディレクター編集者の川久保武彦さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、川久保さんこんにちは。今日はよろしくお願いいたします。ありますね。 2、3秒あるな。今日のお話にはあれ失礼いたしました。大丈夫でしょうか。大丈夫大丈夫。あ、ちょっとじゃあディレイを取り戻しつつも、改めて進めていきたいと思います。今日はですね、実はずっと読んでいた雑誌の編集長さんだっていうところがあってですね、緊張してるんですけれども、それでちょっと遅れちゃってるのかもしれませんが、改めてですね、今日は川久保さんの、イベントの、大きなイベントを、されていらっしゃるということで、その辺の、位置づけなどをお伺いしたり、イベント中心にお話を伺っていきたいと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。改めまして、まず最初にですね、この放送を見ていらっしゃる、配信を見ていらっしゃる方、デリオさんのことも存じ上げてるよ、多いかも。改めまして、川久保様の、自己紹介と、株式会社プレイドさんについて簡単にご紹介をいただけますでしょうか。はい。そしたらまず会社の説明としまして、株式会社プレイドっていう会社ですと。設立から10年ちょっとのスタートアップ企業なんですけど、主な事業としましては、データを使った、ウェブサイトやアプリの体験改善に寄与できる CX プラットフォーム、カルテというSaaSサービスを提供してるんですが、そのサービス
に紐づいて、最近ではプロフェッショナルサービスというか、カルテだけではなく、その活用支援っていうところを、コンサルティングだったり、導入の支援っていうところを一緒にやったりとか、さらに、スタジオゼロというような、業界の新たな事例となるようなところの支援をするようなサービスっていうところも、一緒に提供しております。で、私としましては、約9年ほど前にプレイデに入りまして、先ほど紹介したカルテというサービスのローンチのところから今のところまでの主にマーケティングコミュニケーションっていうところにずっと携わっておりまして、初期の頃はグロースの部分で、いろいろイベントだったりとか、やってたんですけど、最近ですとそこからさらにコミュニティ運営だとか、あるいはメディア運営っていうところまで、手を広げていろんなことをやっております。ありがとうございます。じゃあ10年目、会社としては10年目で、川久保さんはもうほぼほぼ、会社としては12年ぐらい経って、ということは結構、そうですね。スタート初期か。初期ですよね、でもね、うん。そうですね、はい。なるほど。ではもう初期の、はい、頃からずっとカルテのサービスの、その拡大期を経て、今、コミュニティの運営もされていらっしゃるということなんですけれども、元々プレイドさんはデータによって人の価値を最大化するという形で展開をされている事業ですけれども、主にどんな企業さんがターゲットになった、サービスになりますでしょうか。そうですね。カルテっていうサービスは業種とか規模とか問わずいろんな会社様に使っていただいてるんですけど、とはいえやっぱりウェブサイトだったりアプリだったりっていうところでの、体験改善っていうところがメインのプロダクトになりますので、主な、使い方としてはやはりウェブサイトやアプリっていうのがビジネス上顧客との接点、すごく重要な接点であるお客様がメインで使っていただいてます。まあ、分かりやすい例で言うとやはりEC だとか、コモンズっていうところで売り上げを構築するためだとか、お客様と関係を構築するためにっていうところも多いんですけど、まあ、それ以外にも、例えば金融、銀行さんなんかでも最近はいろんな各社さんが、学校さんがアプリだったりデジタル設定に力を入れてらっしゃいますし、まあ、不動産でも人材でも、まあ、いろんなデジタルサービスっていうのが増えてくる中、あるいはまあリアルのサービスだけじゃなくてデジタルも絡めたサービス展開っていうのを各社さんがやられてる中では、そこにより強みを持ちたいというか、よりお客様との関係を構築したいっていう方々に使っていただくことが多いですね。このもう12年ほど経って、はい、ずっと見てこられて、ウェブアプリの環境ってだいぶ変わって、アプリの種類も増えたりとか、ユーザーさんも拡大をしているところかと思うんですけれども、やっぱり10年前と比べてかなり変化している業界ですか？そうですね。先ほど申し上げたようにデジタル上での顧客との関係構築とか接点を良くしていこうみたいなところにやはり取り組まれる企業さんっていうのは非常に多くなってきてますし、近年ではよく言われるサードパーティークッキー廃止のお話なども含めて、やはり自社でアプリを持つなり、自社でちゃんと会員組織を持って、お客様との関係をしっかり構築していこうという、お客様が非常に多いなっていうふうに、これは我々のお客様もそうですし、私はそのオンラインメディアだったり、メディアの編集長という立場でいろんな各社さんの動きを見ていても思う部分であります。今、一番、パーティーなどの、お話もありましたけれども、一番ユーザー様のこう課題になっていることだったりとか、悩み相談受ける部分でいうと、どんな状況になっていらっしゃるんでしょうか。そうですね、そこを何か統計的にちゃんと取ってるわけではないんですが、以前と比べてっていう話ですと、まあ、当然前で売り上げを向上したいとかいろいろ改善したいっていうのはあると思うんですけど、まあ、昨年とかすごく流行したというか、各社さんも使ってたと思うんですけど、LTV とかロイヤルティ向上みたいなところで、目の前で売り上げ向上だけじゃなくて、お客様と長期的な関係を築きたい、しっかりとロイヤル顧客になっていただきたいみたいなところでの、ウェブとかアプリ、接点を生かしていきたいみたいなお客様がやはり多いのかなっていうふうに思いますし、まあ、その流れとして、我々は2018年から、
提唱するんですけど、まあ、CX 向上にデジタル上でも取り組みましょうっていうところで、まあ、そういうところが課題ですって言ってくださるお客様が多いのかなと思います。そういったお客様の課題に対して、いろいろな形でアプローチをされていらっしゃるかと思うんですけれども、プレイド様の方では大きく3つのイベントを実施されていらっしゃると伺っています。人事カンファレンスの、カルテ CX カンファレンスと人事イベントのカルテフレンズサンクスデー、また結構定期に頻度高く開催されているカルテフレンズミートアップと、それぞれ位置づけなど内容の違いもあると思うんですけれども、どんなこう役割をそれぞれのイベントが担っているんでしょうか。はい、そうですね、最初にご紹介いただいた、年次カンファレンスというカルテ CX カンファレンスというのは、まあ、これは他社様もよくやられてるとは思うんですけど、サービスにとっての年次で、発表をする、サービスの申請アップデートだったりとか、使い方の発表をするとか、まあ、お客様、顧客企業にそういう、こういう成果が出ましたと、こういう使い方をしてますよみたいなお話をしていただくっていうようなカンファレンスの場です。で、このカンファレンスでは、単純にセミナー形式というか、セッションを話していただくっていう一方的な部分だけではなくて、会場にブースも作って、パートナー企業様だったりとか、そういったところ、皆さんとユーザーが交流していただくような形にしていただいたり、あるいはイベントが終わった後にアフターパーティーのような形でユーザー同士でつながる場を作ったりっていう形で、オンラインではセミナー形式だけになってしまうかと思うんですけど、オフラインイベントならではの仕掛けっていうところで、いくつかわざわざ会場に来て体験してもらうっていう価値があるイベントとして設計しています。ということで、人事カンファレンス、カルテ CX カンファレンスについてご説明をいただきましたけれども、2つ目に年次イベント、カルテフレンズサンクスデイ、こちらはどういった位置づけとどんな内容に なるんでしょうか。はい、まず前提として、我々、先ほどからユーザーって言ってしまってたんですけど、カルテを使っていただいている客、ユーザーのことをカルテフレンズっていうふうに呼んでおりまして、でこのイベントに関しては、今現在カルテを使っていただいているお客様を招待して開催するイベントです。で、フレンズサンクスデーっていう名前なんですけど、もともとはカルテの時から、ファーストアニバーサリーだ、セカンドアニバーサリーだとか、おかげで1年、2年、3年と、年を重ねていくことができましたよっていう形で感謝をお伝えするイベントっていうのをやってたんですけど、ちょうど2020年の時に、ちょうどコロナのタイミングでイベントが開催できないっていうことになって、で、その間に、イベントの意義とか考えを見直して、半年後にオンラインで開催できたんですけど、その時にちょっと名前を変えまして、カルテのアニバーサリーパーティーじゃなくて、むしろやはりお客様に感謝を伝える場だよねっていうことで、サンクスデーっていうイベント名にして、そこから続いているような、年に一度お客様に感謝を伝える場で、開催しております。なるほど。このアニバーサリーパーティーから、サンクスデーズに、タイトルも変更になって、こちらは先ほどのカルテ CX カンファレンスが一般の方も参加が、一般というかユーザーでない方も参加ができるイベントに対して、こちらはユーザーのみでの、イベントになるという形でしょうか。そうですね、はい。とてもユーザー同士の交流などを重視されていらっしゃるんだなというふうに、イベントの活用の仕方としても感じたんですけれども、カルテフレンズサンクスデイの場合はユーザーの交流もそうですが、社員の方とユーザーの方とのコミュニケーションであったりですとか、課題の汲み取りだったりを重視したイベントですか。そうですね、
よりユーザー同士のコミュニケーションで交流が起きるっていうことは注視しつつ、言っていただいたように我々からの感謝っていうことで、まあ、通常であれば例えばそのセールスメンバーとかカスタマーサクセスメンバーとかお客様と交流する機会があるメンバーって限られてると思うんですけど、まあ、このイベントに関しては、まあ、今ではちょっと全社員規模っていうのは難しいんですけど、ただ有志でというか手伝っていただける人は募っているので、まあ、例えばHR 系の部門にいる人だとか、リーガルの部門にいる人だとか、まあ、デザインチームにいる人だとか、普段お客様と交流しない人たちもこのイベントに参加して組み立ててもらって、スタッフとして参加してもらうようなことをやってますので、まあ、そういう意味では、プレイドとしてお客様に感謝を伝えるっていうのを、まあ、参加が全社員じゃないんですけど、全社員でやるっていうような形で考えてます。なるほど。カンファレンスの場合、セミナーやブースがあるイベントになりますけど、こちらのフレンズサンクスデイの場合、もうネットワーキングがメイン。あ、そうですね。例えば今年のコンテンツで言うと、まあ、昼の部と夜の部を分けてやってまして、昼の部では、ユーザーさんが5人ずつぐらいテーブルに置かれていただいて、少しディスカッションというか、あるテーマに沿って、まあ、お互いの活用とか、うん、課題ですかみたいなお話をしていただいて、みたいな、そういう交流をしていただくみたいなのがありました。で、夜に関しては、通常のパーティーというか、ブースもありながら、まあ、パーティーとして、お酒とご飯提供しながら、皆さんに交流していただくみたいな、そういう二部構成で、開催しました。なるほど。なんかカンファレンスは一対多になりがちですけれども、サンクスデイズの場合はもうワンオンワンぐらいな形で、たくさんそんなコミュニケーションが生まれているようなイメージですかね。はい。また、これは1、2ヶ月に1回程度というふうに伺って、カルティフレンズミートアップについては、はい、どんなイベントになりますか？そうですね。これはまあ、一般的な普通のミートアップというふうに考えてもらってもいいかと思うんですけど、弊社の会社内にイベントを開催できるスペースがありますので、まあ、そこに来ていただいて、毎回、ある企業様の活用事例だとか、まあ、例えば、活用事例が多いんですけど、そうじゃなくて、あるマーケターの方の、まあ、そのキャリアを深掘って聞くみたいなことだったりとか、まあ、そういった形で、カルテを使っていただいているお客様にとって、参考になる話っていうのをまずちょっとしてもらって、またその後後半は交流という形で、参加していただいた皆様同士で、名刺交換して、つながっていただいてみたいな、まあ、そういったイベントっていうのを定期的に行っております。川久保さんがジョインしたって初期の頃、立ち上げの頃からっていうと、入られた時っていうのは何かイベントってあったんでしょうか？はい、あ、いや、もう何ももちろんなくてですね、その直後から、まあ、その利用を検討されてる方向けのセミナーみたいなのがあったんですけど、そういうイベントみたいなのなくて、1周年の時に初めてユーザー向けイベントみたいなのをやってで、ユーザーミートアップも、そうですね、いつだったか、2年ぐらい経った後、たぶん2017年ぐらいだったと思うんですけど、当時そういうユーザー同士が横でつながるとか、他のユーザーどう使ってるかわからないみたいな、悩みを寄せられてたので、なんかそれでつながりたいみたいなことを言われて、まあもちろん我々も他社さんのミートアップとかを見ていてやりたいねと思っていたものの、踏み込めてなくて、最初は8人ぐらいユーザーさんに来ていただいても、8人ではちょっと意見交流じゃないですけど、そういった形から、まあ、今では毎回4、50人とかが集まっていただきつつっていうので、30回以上もやってるんですかね。ずっとやり続けるって形になります。なるほど。そういう意味で、今度は今、イベントの位置づけを伺ったんですけれども、御社にとってそのイベントを実施する意義といいますか、事業活動の中ではイベントというのをマーケティングの一環だとは思うんですけれども、他のマーケティング活動と比べても重視して
いる点というのはどういった点になるんでしょうか。そうですね、我々の場合、まあ、ちょっとその先ほど申し上げたように結構初期からやってることもあって、うん、割とその KPI とか数字ありきでそれを達成するためにやろうっていうところが発端ではなくて、むしろやっぱりこうユーザーにとってあるべきだよねみたいなところから、いや、やった方がいいよね、こういうの、こういう場があったわけね、うん、みたいな会話から、じゃあやってみようっていうのをやってみて、でそれで、まあ、お客さんの顔だとか反応だとかって見て、あ、これやっぱり良かったねとか、こういうところが足りなかったねとか改善できたねみたいなところからどんどん発展させてきたみたいなところがありまして、なので事業としては当然そのリード獲得とか顧客の制約への寄与度みたいなのもあるんですけど、それから言えばそれをは後からついてきて、後で数字と親しみにしつつ、まずはやはりお客様にとってこういう場があるべきっていうところからイベントを設計してるっていうような形になります。マーケティングというよりカスタマーサービスのような、なんか、そうですね、割とそちらの位置づけの方が大きいというかありますね。それだけこう長いことイベントを実施されてきていらっしゃると、なんかイベントもちょっとずつ性格が変わったりとか、なんか変遷ってあったんでしょうか。そうですね、やはり、まあ、長いことっていうのはコロナを経てっていうのも大きいかと思うんですけど、コロナ以前ってそんなにオンラインカンファレンス、オンラインで見れるものってなかったと思いますけど、コロナになって各社さんオンラインセミナーとオンラインイベント増えて、非常にこう、ナレッジの流通というか、セミナー形式での知識を得ることはオンラインでも得られたと思うんですね。なので我々としても過去はそういう形の形式でのセミナーっぽいイベントみたいなのをやってたんですけど、オンラインの方が遠くでも聞けるし持ち帰れるし楽だよねみたいなことはやはりあるので、じゃあでもそれで物足りないというか、リアルでしかできないことってなんだろうみたいなところで、先ほど申し上げたような交流の場を増やすとか、うん、より、まあ、偶然の出会いを演出できるようにするとか、まあ、そういったことっていうのを、意識しながらやってたりはします、ね。結構やっぱりなんかユーザー、どんなサービスでもユーザー同士がこう学び合って、うん、やるコストマーになって長く付き合って、すごく理想的な形だと思うんですけども、うん、特にね、一辺倒な商品じゃなくて、いろんなさまざまなお客さんの課題があって、まあ、逆に言うとなんかあんまり一つとして同じのがないぐらい、みんなバラバラの、若干違う課題を解決していくようなサービスの場合って、お客さんの方からこう学び合ってもらうってすごく大事な環境かなというのから思うんですけど、一方でこうお客さん側がこうその話題を提供するというか、ノーレージを提供するというか、そういう場に出て話していただく、まあ、人、こういうお客さんとって、そのメリットってなんかどんなことがあるのかとかって聞いてますよ。ギバーになることのメリットというか、なんかそういうのってお客さんの声から届いたりしてますかね。うん、そうですね、その点で言うと、私CX クリップという、自社のオンドメディアの方に携わってるんですけど、まあ、そこでも導入事例、活用事例インタビューとして露出していただくことを依頼することが、うん、まあ、それも同じなんですけど、やはりこう、まあ、インタビューあるいはセミナーとかイベントミートアップで話していただくときって、まあ、過去の振り返りをしていただくことにはなるので、まあ、自分たちにとってこういう活動はどういう意味があったかとか、こういう目的でこう成果が上がって、それって事業的にどうなんだろうとかっていうのが、まあ、結構日々の活動をやってる中では月次の報告とかだけにやってしまう。整理する機会になったりとかするってこともあるんですね。はい、意外とそうやってまとめるってことがないので、うん、登壇をきっかけにそういうまとめることになったとかっていうことで、っていう点もありますし、あとまあ2つあるとしたら、まあ、実際にやっぱり発信することによって、そこに興味を持った同業の方だとか、近しい人、あるいはパートナーの方々が、なんかもっとこういうことできそうじゃないですかみたいなことで、やはりこうなる反応が得られるみたいな。そうですよね。はい、っていうのと、まあ、あとはこれは副次的なものかと思うんですけど、やはりその会社さんにとって、まあ、我々がやっている領域がデジタルとかデータを使っての、まあ、結構先進的な取り組みを支援させていただいているので、まあ、そういったことを発表していただくということで、まあ、そういう
データを使った新しいことに取り組まれている企業だとか、新しいマーケティングに取り組んでいるみたいなイメージだとか、っていうことにもつながるので、はい、人材採用にもつながりますし、一点、我々にとってはあまり、まあ、嬉しいことでもあり嬉しくないことは、登壇していただくと、すごく転職される方が多いってことも。人気者になっちゃう。逆にでもあれですか、そこまでロイヤルカスタマーだと御社が欲しいぐらいの人材がいっぱいいるんじゃないですか。そうですね。御社として一緒に、なるほど、お客様として一緒にこう世の中を良くするために動くっていうところもあるので、それもちろんだから、会社様とか別に横に行っていただいても、またお声掛けいただいて一緒の取り組みができることもありますし、まあ、そういうことに対して、まあ、自身の振り返りまとめにもなるし、まあ、自身の少しブランディングじゃないですけど、実績として残したいみたいなところでプラスになる方も多いですし、まあ、ただそれが会社として別に個人としての活動だけだとダメだよって話の場合には、まあ、採用とかそういう仲間を集めるためにもしていただいてもいいですよとお伝えすることによって、まあ、それだったらみたいな形で許可いただくってことですね。そうですよね。こうやってこうユーザーの皆さんと関係構築を続けていらっしゃるんだなというところを、なんかいろんなヒントになるんじゃないかなというふうに感じました。やっぱりコロナによってまたね、関係構築のアプローチの仕方も変わってきたということでありますけれども、また今後もそういったフレンズミートアップをもちろんそうだと思うんですが、今後またイベントのご予定だったりですとか、最後に皆さん視聴者の方にですね、お伝えしたいメッセージがありましたら、いただけますでしょうか。そうですね、ちょっと直近で広く多くの人に参加していただけるようなイベントの案内っていうのは今できないんですけど、まあ、先ほどのサンクスでの話ですと、来年3月にまた予定してまして、それがちょうどカルペローンチから10年の期限になるので、今まで以上に特別となるように今プランニングを進めているので、ちょっとこの、セミナーというかお話を聞いている方でカルペフレンドの方はどれだけいるかわかんないんですけど、お待ちくださいっていうのが一つと、あとはまあこういうオフラインイベントは現状まだ公開できるものがないんですけど、弊社はオンラインセミナー、他社様との共催セミナーなども積極的にやっているので、まあ、セミナー見ていただいたり共催セミナーやりたいみたいな方がいらっしゃったら、ぜひご連絡いただければセミナーを企画しているメンバーで検討させていただきますので、ぜひお声掛けくださいって感じですかね。はい、ありがとうございました。もうカルテさん10年ということで、3月のイベントもとても楽しみだなというふうに思っておりますし、またイベントマーケティングとしてもイベント活用をすごくされていらっしゃる企業様ということで、こちらが今度はイベントユーザーとしてですね、取材をさせていただけたらなというふうに思っておりますので、また引き続きよろしくお願いいたします。今日は貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。はい、改めて本日のゲストは株式会社レイドコミュニケーションディレクター編集者の川久保武彦さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、やっぱりサービスって10年経つとどんどんと、うん、ユーザーさんとの関係値も変わってきて、でそれによってイベントの形態というのもどんどんと変わって進化して、変化していくんだなというのがとてもよく分かりました。そうですね、コミュニティ的な、うん、まあイベントとコミュニティって結構近いのかなと思うんですけれども、こう、うん、やっぱり情報を提供してくれる側っていうところで、なかなかね、うん、こうそれ会社的に言うと確かに採用とかねあるんだなと思って、それもヒントだなと思いましたけど、確かにそれ、うん、それってうちの社内のことを話して何のメリットあるんだとかって上司に言われると、なかなかねイベントのコンテンツも難しいので、でもそういうヒントがあるとやっぱね出て提供すると返ってくるものとか、
ブランディングにもあるとか、まあ、その辺がね、きちっと、はい、指標化じゃないですけど、なんかできるともっとね、みんなこう、どんどんイベントで登壇して、いろんな情報を共有してくれる世界になるんじゃないかなと思うんですけどね。そうですね。なんかサービスのノウハウだけじゃなくて、ご自身のキャリアについてもお話しされていらっしゃるというような話もあったので、ああ、深いお付き合いというか、情報開示の場なんだなっていうふうにとても感じました。うん、はい。ということで、今回も、今日は大阪からお届けしておりましたけど、途中ちょっと二礼するところございましたが、皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。また、来週もお会いしたいと思います。また来週お会いしましょう。